家の中でですね、エネルギーの残存量問題を考えていくと、残りが天然ガス49年分ということを考えると、ガスを大事にしなければならないと、いうことで、これ、なめで、薪とかを使って、物を炊いたりするとき、煮炊きですね、鍋がもう中ドロドロに炭でなってしまうので、一ついらない鍋があったらというところと、あと使用した鍋の、底とかが、これは洗ったりしてるんですけども、こういうふうにちょっと黒ずんだりとか、だいぶ黒くなったりとかします。でこれどうしてるかって言ったら、こちらとかにあるこういう風な台ですね、その上に乗せて、火つけた後、これは上から乗せて、今からこちらの、湯を湯がくという段取りです。で形としてはですね、こういう風に、ガスをつけてもらって、あらかじめ束ねていたものをこう火をつけてもらってですね、で間にこう入れるような形ですね。で、うちわで仰いで、点火すると煙が結構出ますので、あらかじめ玄関の塔とかを、開けておいていただいて、で、上からこういうふうに置いていただいてですね、結構火こういうふうに出ます。で真ん中の方にちょっと大きめの薪を置いてましたんで、それに火がつくまでちょっと時間かかりますけども、あらかじめ組んでおく木の組み方とかも、細い枝とかそういったもので、最初の方を組んでおいて、上の方に太い枝を置いておくと、こういうふうな形で、行っていただいたら良いかと思います。一旦動画、消します。こういう風に巻き足してもらったりとかしてですね、でうちわで煽って、で火を、起こして、で着火させると、こういう風な形の繰り返しです。これで、10分ぐらいしたら、湯沸いてきますので、うどんが、湯がけました。そうめんに使用していただし汁が余ってましたので、それを、使用して、食べようかなと思ってます。終わった後鍋が、これぐらい黒くなったりしてるんですけども、こういうふうなナイロンたわしなどで擦ってもらったら、最初の頃のような状態に、できます。一応こういうふうなことも日々、そこそこ匂い出ますので、近所から苦情とか出たら、やめておいた方がいいんでしょうけども、もし地震とか発生したりした時とかも、こういう簡単に火を起こす方法、例えば最初、コンロのガスを使用しましたけども、マッチを使用したりだとか、ライターを使用したりだとか、最初はこういうような、干し草ですね、その辺に生えてる草を買って、何日か経過すると天日干しで、夏場なんかはすごく早いです。1週間もあったら天日干ししてたら茶色くなりますので、こういうのはすごく火つきやすいので、それを種火に使ってもらったらいいと思います。以上です。あとはそうですね、軍手を必ず使用して、火傷しないように気をつけましょう。これが火傷した後なんですけども、こういうふうなこともありますので、できるだけ軍手使用してください。以上です。
終わった後ですけども、こういうふうに燃え残ったものは、まあ木を枝をまあお箸のようにして、こういうふうにまあ取り出してもらってですね、水かけて消化してもらって、でまあ昨日もまあ同じようにしてたんですけども、こういうふうにベランダで、乾かして水かけた後、まあまた、使用すると、まあ木炭みたいになってる形です。ある程度のところでですね、まあまあ外に出しておいて、火が、沈下するまで、こういうふうに、何時間か、置いています。